1990年の阪神タイガースでは、1990年の阪神タイガースにおける動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、中村勝弘監督の1年目のシーズンである。前年5位からの巻き返しを図るべく、熊オーナーは、OBE の中村勝弘を監督に招へ。代打の切り札だった川藤幸造が、ヘッド圏外野守備コーチに就任するなど首脳陣が、 大幅に刷新された。戦力面では前年ヤクルトで本塁打王を獲得したラリー・パリッシュが加入。当初、パリッシュや岡田明信が5月中盤まで好調で、和田豊も初の打率3割を達成する。特にパリッシュは8月まで本塁打王を狙える位置に、板が8月末に怪我を理由に突然の引退対談をする。投手陣は壊滅状態であり、 野田浩二や中田義弘が、先発や、ロングリリーフでチームを支えたが、エースのマット・キーオが、中村監督とソリが合わず怪我もあり不審、オフには自由契約になる。開幕投手を務め、完封勝利を挙げた、中西清樹も怪我で不審だった。先発陣で、規定投球回に到達したのは5勝11敗の井上隆と4勝13敗の中田浩二という、三上だった。 2連覇した、首位巨人に36ゲーム、5位なヤクルトには6ゲーム差をつけられ、中村監督の1年目は2年ぶりの再会に終わった。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。対談色付きは規定投球回数以上の、 選手選出なし、ありがとうございます。